トミーの秘密の部屋。はい、皆様こんにちは、トミーです。今日はね、真っ昼間に撮ってます。いつもね、お聞きいただいて本当にありがとうございます。ほとんど役に立たないような話なんですけど、今日はとりわけ、そうですね、若い、あまりにも若い人には全く何のことかわからない話かもしれないので、そういう方すいません。緊急でもないですけど、ちょっとね、話したいと思ってて、ずっと今日は朝からネタくるというか、調べるというかね、僕いつもね、いい加減なことばっかり言ってるんで、これがね、弟子とかと飲んでて酔っ払ってわーっと言うんやったらね、いいんですけど、一応ね、こう動画として全世界に発表するわけなんで、あんましいい加減なことも言えないなと思って調べました。ちゃんと調べました。というのはね、最近日本の80年代とか、70年代のかな、のポップスが、世界中で人気だということで、とりわけの松原美樹さんの Stay With Me ですね。真夜中のドア。これが人気だというのでも、いても立ってもいられなくてですね、一言言いたくて、こういうことになりました。今日はちょっともしかして長くなったらすいません。松原さんね、僕も大好きで、もちろんリアルタイムなんですよね。でもいろいろ調べてみました。そしたらですね、松原さんは1959年、大阪岸和田生まれですね。岸和田生まれ、堺育ちということで、そういう意味でもちょっとなんか親近感が湧きますよね。で、問題の真夜中のドアですね、これは1979年11月にリリースされてます。私当時ね、高校1年ですね、ラジオかなんかで聞きまして、すぐ好きになって何回も聞きましたね。当時高校出るぐらいまで、浪人ぐらいまでかな、ここに実家ですね、播磨の本庄ですけど、ここにいる間に、ラジオをよく聞いてまして、夜中のね、 ABC ヤングリクエストっていうのを聞いてました。これは音楽を主にかける番組で、ヤンタンとかね、喋りとかそんなんですけど、ヤンリクはもう曲をとりあえずかけると。で、邦楽洋楽問わずいろんなものをかけてくれてて、僕は大好きで毎日のように聞いてました。で、この当時はね、毎日にしかかかってましたね、ヒット曲です。この曲本当にね、曲もいいですけど、松原さんのこう何とも言えないフィーリングがね、たまらなくて、確かね、ご両親の関係でジャズに親しんだということだったと思って調べてみましたらですね、お母さんが元ジャズ歌手だったみたいですね。で、本人も高校の時にもう京都のタクタクとかでバンド活動してたという、すごいですね。75年当時、私がまだ小学生ですけど、吉野家バンド、キーボード担当ですね。そんなことやってたんですね。で、79年デビューしまして、惜しくもね、2001年にがんを告知されまして、2004年に亡くなってるんですけども、44歳ですね。亡くなって、この時は私もね、ちょっとショックで泣きましたけれども。この曲ね、もう調べてみたらね、ものすごい数のカバーがあるんですよ。いろんな人がカバーしてまして。でもね、僕はね、これ曲もいいんですけど、松原さんのフィーリングというものがね、他の人には多分真似できないと思うんですよね。特に最後リフレインになって、サビのところリフレインになります。その時にちょっとずつアドリブっぽくなっていてですね、メロディーないようなことを、スキャットめいたことをやるんですけど、それがね、やっぱ一朝一夕にはできない感じですね。ジャズに親しんだ、スタンダードとかも多分聞いてはったんでしょうね。そういう、どちらかというとジャズっぽいというよりはちょっと黒っぽい感じですよね。そのフィーリングというのはね、やっぱりその他の人は多分できないですね。アキナさんとかもカバーしてましたね、してたみたいですけど、僕は中村アキナさんのこの曲は聞いたことはないですけど、ないと思うんですけどね。
分かんないです。もう私もね、年いってきて何よ分からへんなってきたんで、聞いてんのに聞いてへんというそんな気分になってしまってることもよくあるので分かんないですけど、少なくとも記憶に残る形で私の心には残ってないので聞いてないと思います。明菜さんではね、この曲、あのフィーリングは出ないと思います。この曲を歌うことはできると思うけどね。なのでね、最近ね、あの本当にアメリカで人気だというので、カバーまた最近されてます。確かに、ね、歌上手な方がカバーしてますけど、なんかね全然違うんですよ。やっぱり松原さんだからよくて、しかもね、その松原さん最後そのサビをこう何回か重ねていって、そこにかぶってくるような感じで松原まさきさんのギターソロがね結構長いことあるんですよ。だんだんゆっくりとフェードアウトしていくんですけど、ずっとギターソロ弾いてるんですよね。それもいいんですよ。そのまあもちろん松原美樹さんのどっちも松原でややこしい、あのお二人の関係は別にないらしいですけどね、松原美樹さんの歌もいいし、そのギターソロも素晴らしいと、両方の魅力ですよね。僕なんかはやっぱりジャズに志して、もう当時すでにジャズを聴いたりやったりするそういうことをやってたんで、たまらなかったですよね。いや、なんかその世界中で人気だというね、今頃ね人気だというのはね、まあ、嬉しいような気持ちですね。でそれでね、まあそれに伴って、まあ、当時私がねいろいろすごい聞いてたものをね調べて、改めてね調べていろいろお話していきたいと思うんですけども、あの、まあ、この頃ね中学1年ぐらいの時に確かね、まあ、安いものですよ、通販の安いものでセットなんですけど、ステレオというものが家に来まして、それからですね音楽一人ですごい聴くようになったのはね。で、まあ、これもしょっちゅう話してるのでご存知の方多いと思いますけど、私がジャズをやろうと思ったのはマイルス・デイビスのラウンド・アバウト・ミッドナイトを聴いてからなんですよ。これでこれやと、私の行くべき道はこれだと、今考えたらよくわかんないですけどね、そう思ったんですよね。でまあそこから、まあ、後に吹奏楽部行って楽器始めるわけですけども、かといってねジャズだけ聴いてたわけではなくて、やっぱアイドルとか歌謡曲とか当時全盛期ですよね。だからそんなものもよく聴いてまして、まあ当時歌番組が毎日ほぼ毎日ありましたよね。何らかの形で音楽番組がありまして、でゴールデンのタイムに歌番組ベスト10系の、だから今の韓国と一緒ですよね。今韓国も多分 SBS でも KBS でも毎日のように歌番組やって、大体全部ランキング形式ですけど同じですよ。それが日本のその、まあ、70年代後半80年代ありましたよね。でそれをやっぱり見てまして、で特に好きやったのがやっぱキャンディーズですね。それはねなんですけど、そのテレビじゃなくて FM とかで聴くようになって、月の歌詞というのはやっぱりすごい、あの好きだったのは渡辺真知子さんです。これはデビューされたのが77年例の迷い道でデビューされて、私が大好きやったのはその後のシングルですね、レコード大賞最優秀新人賞を取っておられますカモメが飛んだ日ですね。でこれでこの時出されたファーストアルバムも私買ったんですよ、カセットで時代ですよね、カセットテープでね僕何本か持ってましたね。でその時はね、だから、ね、渡辺真知子さんの時はまだ、いや分からんな、レコード聴けたのかな、いやどうやろ、だったらレコード買ってますよね多分ね。その時まだレコードなかったのかな、聞く環境はなかったのかな、プレイヤーとかね。ラジオはね私古いんです、小学生の頃に、まあ単純なんですけどね、テレビでソニーの CM を見まして、笑い川蝉の声から始まる例のラジオオーストラリアですね、それを見てですね、なんだこれは、そしたらその FM じゃない、短波放送ですね、ラジオで世界中の放送が聞けると
世界とつながる、そういう意味ではね、今インターネットでもちろん世界とつながってますけど、世界というものとつながるというのはね、イメージを持ったのはそれは初めてですよね。で、いわゆる BCL ってやつですね。BCL っていうとなんかね、まあちょっとかっこいいようなイメージもありますけど、訳すとか、まあ単純なことで、ブロードキャスティングリスナーですよね。放送を聞く人っていうね。これ、英語を直訳すると、まあ、つまんないことですね。でも、BCL って言うと、ほうって感じですよね。例のスカイセンサー5800ですよね。私も買いまして、夜な夜な聞いてましたね。やっぱり夜が電波状況がいいわけですよ。短波、遠くの放送を聞くには、やっぱり夜が有利なんですね。聞いてましたね。だからまあその放送を聞くという意味ではね、その頃からもう聞いてたんですけど、レコードはねもうちょっと後ですよね。で、渡辺さんのそのデビューアルバムをカセットで買いまして、で FM でスタジオライブというのをあるというの情報を掴みまして、それをめっちゃええテープ買って録音しましたね。デュアルやったかな、ソニーの。当時ね、何段階もあったんですよ、テープ、カセットテープも。で、まあ120分とかなると、あのテープがやっぱ薄いんですよね。で、薄いとね、今俗にワカメって言うんですけど、例えば高音の車の中に置いてたりすると、もうすぐふにゃっとなってダメになるんですよね。あと、巻き込んだりとか、機械に巻き込んだりとかね、それとパワーですよね。で、やっぱり、長時間のやつは、となりやすいと。120分なんかとんでもないと。90分も怪しいというので、まあ、60分ぐらいまでがいいと。一番いいのは46分、だからその LP レコードですね、片面23分なんですよ、最長。それがまあ入ると。で、本当言うたら90分の買うとほぼ LP2 枚入るんですけど、90分は微妙なところでもうテープが薄いというので、まあお金がねある時はそりゃいいのを買ったりとか、60分のを買ったりとかしてましたね。そのスタジオライブ撮って何回も聞きました。今思うとね、やっぱりあの時にいろいろねもう出会ってるなというのが感想ですね。その時のスタジオのバンドは羽田健太郎さん率いるバンドで、羽健さんね、羽健さんも亡くなってしまい、まあ、ずいぶん若くして亡くなってしまいましたね、羽健さんもね。で、インストの曲は1曲ありまして、これは今思うとね、Feel Like Making Love でしたね。あ、なんてかっこいいんだろうと思いました。ドラムから順番に入っていくんですよ。で、まあメンバー紹介するんですけど、へえ、かっこいいと思いましたね。そんな渡辺さん、まあその後はね、そんな聞いてないんですけど、このアルバムね、海に連れて行ってってアルバムですけど、もう何から何まで覚えるが聞きました。特にあの最初、まあイントロダクションみたいな曲なんですよ、1曲目ね。で、ずーっとインストで盛り上がってきて、多分笠原慎さんやと思うな。トランペットのソロ。トランペットのソロ、今でも歌えるぐらい覚えてます。そんな長くないんですけど。くらい聞きましたね。大好きなアルバムでした。一番好きだったのは片っぽ耳飾りという、ね、曲で、まあ、これもね機会があったら聞いてみてください。これあの本当はここで流せばいいんですけどねまあいろんなね事情がありまして流せないので、でもYouTube とかにたくさん転がってますので、この全曲多分あると思います。片っぽ耳飾りね、いきなりあのなんかよくわからん ハミングみたいな、コーラスみたいな、なんかそんなんか鼻歌ですねから始まるんですけど、これは羽田さん自身の鼻歌だと言われてますね。片っぽ耳飾り、ぜひ、ね、聞いてみてください。で、私の中で双璧とも言えるぐらい好きだった歌手がね、矢上純子さんで、この方ね面白いんですけど、復活されましたよね、数年前に。で、今はもう日本中ツアーで回ったりされてます。で、僕たまたま見たテレビでね、娘さんを売り込もうとしてね、娘さんが歌手としてデビューするんだというので、日本に、まあ、今アメリカに住んではるんですよね。で、日本に娘と共にやってきて、娘のプロモーションのためにテレビに出演して、
一応は自分も歌ったんですけど、圧倒的にやっぱりお母さんの方が良くて、なんかあんまりこれを言うとね、お母さんの方がいいとか言うと変な大人のビデオの中身みたいになってしまいますけども、その八神さんの方がやっぱり当たり前なんですけど圧倒的に良くて、でふと気がついたらお母さんが再デビューしてて娘とこ行ったんです。娘さんもやってはるのかもしれないですけど、私は少なくとも認識できてないですね。八神さんは74年デビューですね。74年デビューなんですけど、この曲は僕わからないです。で、78年に有名な思い出は美しすぎてという曲をリリースされて、で水色の雨でね大ブレイクしました。これは79年9月5枚目のシングルですね。でこの時にやっぱり僕もベスト10番組とかでもう嫌ということを見まして、あのサンバホイッスルね、そんなもんがあるんだというので何回も見ました。で私が一番好きだったのはフルムーンというアルバムですね。フルムーンはね1983年12月リリースですから、私大学1年生1回生の終わり頃ですね。であの頃やっぱり幹部になるまで結構何回も聞きました。幹部になってからも聞いてたかな。当時レンタルレコードね、レンタルレコード屋ってのありまして、今考えたらすごいですよね。あんな傷つきやすいものをね、 CD みたいに接触しないものなら分かりますけど、接触しまくるわけやからね、どんな針で聞くのかも分からんような状況でよく貸してたなと思いますけど、借りてましたね。まあ借りてきてカセットテープなりに落とすわけですけどね、言ってましたね。フルムーン何回も聞きました。でフルムーンの最後にある曲、これは2ノートサンバっていう曲で、これはね数年前に改めて聞いてやっぱりいい曲だなと思ってカバーしたりしてます。ただ最初モドキーでやってて結構高いんですよ、トロンボでやるにはね。でちょっと下げたりしてますけどね。2ノートサンバ、まあどっかでやるかもしれないのでまた聴いていただけるかもしれません。今度の3月5日の太田和夫とのデュオとかでねやるかもしれないですね。これバンドでやったことはまだないんかな、誰かとデュオとかが多いですかね。2ノートサンバ、もちろんジョビーの1ノートサンバのタイトルだけ文字入りですね。中身はまあまあやらしい内容です。この頃のね八神さんのね曲、やらしい曲はめちゃくちゃやらしい曲ですね。もうなんならもうその完全に性行為をイメージしたな曲多いです。だからというわけではないですけど好きでしたね。高い声が好き、まあ、渡辺真知子はそんな高くはないですけど、高い声が好きなんですよね。女性の声が好きなんですよ私。だからアイドルでも女性アイドルしか聞かないですね基本的に。今 K-POP の場合は男性アイドルも一応トップ100とかね、そのランキングの、YouTube もあったりするので、そんなんで存在はもちろん知ってますけど、たまにしか引っかかる人はいなくて、それはねそんな多くはないですね。最近で言うと、まあ、デイブレイクさんとヘイズさんのデュオとかね、いい何回も聞いてますよね今ね。八神さんね、本当に何回も聞きました。でこの頃ね、その、まあ、私の活動の主流というかね、そのジャズ系でどんなことをどんなものを聞いてたかというと、やっぱり向井しげるさんですね。でもその前にスペクトラムというのがありまして、スペクトラムね、もともとキャンディーズのバックバンドがあったんです。 MMP っていうバンドで、もうテレビでそのキャンディーズの出演してるものを見て、バックバンドなんてかっこいいんだと思ってすごい注目した覚えがあるんですね。その時はね、クレジットね、テレビで出てました。MMP って出てました。だから僕の名前覚えてるんですけど、若い頃っていうのは一発見たら覚えるわけですよね。すごいと思うけど。だから、75年、76、7年あたりからのキャンディーズの曲のバンドは素晴らしいですよ。本当に僕もね、今日朝からいろいろ見てても、びっくりするぐらいかっこいいです。素晴らしいです。
YouTube もね、変なというかね、マニアな動画結構ありまして、キャンディーズの罠という曲あるんですけど、これはインタースちょっと前の曲ですね。この罠だけを1時間41分35秒つなげた動画っていうのがありまして、1時間41分35秒罠しか流れない。でもそのコメントしてる人もやっぱマニアで全く飽きないという強者がおられましたね。でこれもね、いつ上がりましたね。これ MMP がまあ大体はバック務めてるんですけど、レコーディングの時の逸話がね、まあ、この時の作曲家、作詞作曲、あ、作曲かな、塩村って久しぶりにこの人が書いた、穂口さんという方ですね、曲を書いたんですけど、詩を見て30秒で曲を発送したというんですよね。そしてレコーディング当日、この人が集めるメンバーみんな売れっ子になってしまい、スケジュールが合わなかったと。で林達夫さんドラム、松原正樹さんギター、斉藤信さんパーカッションのスケジュールがたまたまあった一日でレコーディングしたが、交通渋滞で林さんが遅れたと。でドラムなしで撮って、歌まで撮って、そこはすごいですね。歌まで普通撮らないですけど、歌まで撮っちゃってからドラム入れたっていうんですね。でもうレコーディングってですね、スタジオでやるわけですけど、スタジオはやっぱり時間で抑えてるわけですよね。だからそれまでに終わらないといけないんですけど、そのギリギリに到着した林さんはそれ聞いて一発 OK 出したって言うんですよね。簡単な曲じゃないですよ、これ結構難しいですよ。それを一発でクリアしたっていうね、もう当時やっぱすごいですね、皆さんね。それだけ仕事があったということですけどね。仕事があって、まあ毎日やってたらね、感覚ももちろん鋭くなっていきますけどね。でもなかなかね、まあたくさん仕事があるってことは逆にそんだけ濃度が薄まるという側面もあるんですけど、この当時の人たちはやっぱりすごいですね。体力といい、集中力といい、技術やっぱ素晴らしいですね。で何本かそのキャンディーズさんの77年あたりのライブの動画見ましたけども、本当にバンド素晴らしいです。生で、だからもちろんね、生で撮ったまんまですよ。後で加工したようなものはないです、多分。だからバランスおかしかったりします。この罠でもバリサクめっちゃ聞こえてたりするんですよね。普通、バリサクがそんな前出てくることないですけどね、逆なんですけど、トランペットよりバリサクのが聞こえるというね、変なバランスだったりするんですけど、素晴らしいです。ぜひご一聴をおすすめしますね。キャンディーズのこの当時の曲というのは名曲揃いで、もうそれこそ春一番もそうですし、ハートのエースが出てこないもそうですし、もう素晴らしい曲ばっかりですね、本当に。しかも、まあ、当時からなんとなく思ってましたけれども、後で今日もね調べてみたら、メンバーのミキちゃんというのは一応絶対音感があって、コーラスなんかのまあまあ音楽的なリーダーだったらしいです、ミキちゃんがね。だからハモリのとこなんかもね、実に綺麗ですよね。ちゃんとハモってるんですよ。まあ、すごいなぁと思います。コーラスはちゃんとしてるという話は聞いてましたけど、改めて見て、ライブでもね、まあまあちゃんと歌ってて、すごいなぁ。アイドルですよ、でもちゃんとね。ちゃんとって言い方おかしいけどね。範疇としてはアイドルなわけですよ。でも、その関わった人たちによると、最後はもう、アイドルじゃなくてミュージシャンだった。いうような、ね、表がありましたね。なんかその終わってからね、スタッフとか40人ぐらいでタイ旅行したっていう話ですけどね。それも面白いですけどね。 MMP ミュージックメイツプレイヤーズっていうね、なんかなんなんでしょうね、これ。長いこと言ってるわには何も言ってないというね、バンド名ですけど、その MMP から何人か、それがその時に本セクションで参加してたホーンスペクトラムという人たちが、まあ、集まってというか、まあ、その中からできたグループがね、スペクトラムなんです。これ最初に聞いた時は、ね、衝撃でしたね。トマト一発というね、曲で出てきまして。で、まあ、タイトルもそうですし、詞もなんかね、
若干ふざけたような内容もあるんですけど、そのプラスセクション、本セクションすごいタイトで、でセクションソリもあるんですよね。僕なんかね、お気楽ホーンズはやっぱこのスペクトラムの影響が大きいんですよ。これをイメージしたんですね。まあうちらはインストですけどね、スペクトラムはファルセットボイスの歌、これ新田さんかな、でうなり系の西新地さん、ね、なんかその西さんとキャンディーのスーちゃんは実は付き合ってたらしいですね。でも当時まだ西さん16とかですよね。すごいです、デビューは早すぎ、16って高校生ですよね。すごいな、その頃からやっぱ現場踏んでたら全然ちゃうでしょうね。16、私16って何してたんですかね。7、だから16って79年ですよね。ってことは高校1年か。まあ頑張ってます、まあ、正直言うとそんな言うほども頑張ってないけど、まあ、そうなるとね嫌味になるとあれですけど、一応、まあ、親が池という高校行きまして、そうそう、これね行きたい高校あったんですよ私、例のあの高砂高校ね。でなんでかというと、もちろんビッグバンドがあったからです、当時もありましたから。でジャズのビッグバンドが高校にあると、もう俺行くんやったらここしかないよと思ってたら、まあ、親がちょっと待ってと。で特に父はね、高校を卒業する前にその父親を亡くして、私のおじいちゃんですね。なのでやっぱ大学に行かせたいと、息子は大学に行かせたいというのがありまして、でまあそのね、大学行くんやったらやっぱり選択肢は変わってくるわけですよ。こういう学校の方がいいというのがありまして、まあ、一応この辺で受ける公立の中ではまあランク的には一番上の学校行けと。でもし行けたら楽器買ってやってもいいということになりまして、まさにつらいましてですね行きまして、なんですよね。で今吹いてる楽器はそうやって手に入れたものなんですけど、実を言うとね。でもその頃もう西さんはデビューされててっていうか、もうキャンディーズ終わりですよね、それでね。まあその後スペクトラムがあるわけですけど、でスペクトラムも結局活動2年しかしてないんですよね。まあいろいろあったみたいです。やっぱり大きなバンドでね、インストバンドで活動するとなるとやっぱ経費もかかるし、当時衣装メンバー分全部で1000万超えると言われた衣装、僕あの衣装はね、何と言うんですかね、どうでもよかったんちゃうかと思うんですよね。どうでもよかったっちが、なんていうかな、別の路線で行った方が良かったのかなと思います。あの衣装のせいでやっぱりアースもどきって言われましたね。アースウィンド&ファイヤーのパクリだと言われまして、私は全然違うと思うけど、でも言われてもしょうがないような感じになっちゃってましたよね。見た目はね、本人新田さんがまあ語ったところによると、シカゴのやっぱ影響の方が大きいと。シカゴのファーストアルバムのイントロダクションというのがあるんですけど、それを聞いて人生変わったっていう発言をされたらしいんですけど、まあ僕も聞きましたけど、はるかにねスペクトラムの方がかっこよかった。私はスペクトラム聞いて人生変わりましたね。高校の時に、高校1年かな、ね、ですよね。ここ1年の時にそのトマト一発聞いてしびれましてですね、加古川大橋の下でそのセクション3練習してました。そしたらギャラリーが集まってきたりしましたねそんな陽気じゃないですよ、たくさんじゃないけど、まあ通りがかりの人が立ち止まったりとか、わざわざ橋の上から降りてきたりとかね、そうありましたね。そんなことね、非常に懐かしいです。だから私やっぱりスペクトラム、まあ、当時のブラバン少年少女でね、スペクトラムに憧れない人はいなかったんじゃないですかね、ぐらいなかっこよさでした。もう本当に、で今それをね、まあもちろんスペクトラム自身の演奏を聞いてもらってももちろんいいんですけど、
キャンディーズ時代のね、そのキャンディーズのバックバンド MMP 時代の彼らの演奏素晴らしいですね、本当に。今日、まあ、朝からずっと興奮が止まらないです。本当に素晴らしいです。まあ、そして、まあ、トロンボニストとしてはやっぱりね、向井さんを追っかけることになるわけですね。で、79年の2月にヒップクルーザーというアルバムを出されまして、これはバンドで録音して、当時のバンドです。上松さんサックス、土台と今年、まあゲストも入れると結構な人数なんですけど、フュージョンの走りみたいなね感じのアルバムで、で私も時々演奏してますジョビンのワンサイラブですね。これをね、当時まだデビューしたてのもう彗星のごとく現れた天才ギタリストって言われた渡辺和美さんとデュオで一曲だけ入れてます、ゲストで。まあどこにテーマがあるのかわからんような、でも二人もう終始絡み合って本当のデュオというのをね感じの演奏で、どっちが伴奏でもどっちが主役でもないというような感じの演奏で、私それも私の今のデュオの考え方にかなり影響を与えてますけれども、まあ、そのライナーノーツにですね書いてあったんですよ。そのまあ渡辺和美さんをちょっとよいしょするようなそういう意味もあったのかもしれないですけど、まあ、そのアルバムの全トラック中これがもう白尾の一曲だみたいなことを書いてあって、僕はちょっとね他の曲全部バンドで入れてるわけですよ。なのにそのゲストとやったバンド全員関係ないような曲が一番ええって言われたらちょっとショックやろなと思って、なんか、まあ、高校生ながらにね、子供ながらにこうこれはないやろな、こんな書かたないやろなと思いましたね。まあまあね、私が心配するようなことではないですけども。でその後の、まあ、ニューヨーク録音ですね、これ80年の秋に出てるんですけど、見たら経歴を見たら79年に1年間アメリカニューヨークで生活されたらしいですね。私レコーディングの時だけ行ったんかと思ったら違うかったみたいです。1年間おられたみたいですね。だから逆にそこの人脈を生かして撮ったというのが正しいんかな、そんな感じですね。このプレジャーというアルバムももちろん何回も聴きました。これあれですよ、向井さんだけが日本人で、あ、川崎亮さんもいるか、ギタリストのね。でも川崎さん当時確かニューヨークにおられたんで、ニューヨーク在住のメンバーで撮ってます。自分以外はなんかどっかで聞きましたね、そうね、2007年のね、なんかなんとかさんっていうトロンボーンの人もそうでしたね。まあこれは向井さんのデビューアルバムではないですけど、もうとこれで 5,6 枚目ですよね、結構撮ってます。で私はもうものすごい聞いたのは81年のマルガリータっていうのは、これは発売と同時に予約して買ったぐらいな感じですね。81年というと私が高3ですか、高校3年ですね。めっちゃ聞きました。もう何から何までかっこよくて、クリアで綺麗ですごいなと。このでもバンドモーニングフライトっていうバンドなんですけど、ドラムのトニー小葉さんのキレがねものすごい良くて、なんてかっこいいドラムなんだろうと思ってましたね。この次にピットインのライブアルバム、ライブ97というのが出されて、これは97というのは97年という意味じゃなくて97分ということですね。でアルバム2枚組の、まあ、対策ですけど、これがまあ向井さんの最高傑作と言われてて、私もそう思います。素晴らしい内容でした。まあ、ゲストも多彩で宮野博樹さんとかね、あとまあパーカッション陣も三島和弘さんとかマーティン・ウィウェーバーとかね入ってました。このあたり本当に必死に聴きましたね。だから高3から
浪人。そう、私浪人もしてるんですよね。留年もしてますけどね。一浪四流というね、世間から5年遅れてるというね、とんでもない話ですよね。本当にね、これサラリーマンとかなってたらただの5年遅れですけど、まあ、幸い私文学部だったんで就職なんかなかったです。あのバブル絡みの頃でしたけどなかったですね。なのでまあそれで良かったんですけどね。良かったんかなねえ。で大学1年の時に、1983年の2月ですね、ソー&ソーで再びニューヨーク行って撮ったアルバム、これはね同級生にいただきました、プレゼントで。あのやっぱり応援団の1回生っていうのでやっぱり 仲がいいというか結束が強いわけですよね。で特に仲のいい子がいまして、その子がプレゼントでくれましたね。これもだから京都の下宿先でね、なんか聞きましたね。ステレオも全部持って行ってたんで聞きました。あとねもう一つねありまして、今まあ松原美樹さんがすごい人気だと、世界中で人気だと言うんですけど、山下達郎さんなんかも人気でね。で私あの1回目の受験あの2回ともね、私ねうちの大学しか受けてないんですよ。1校だけ、2年とも。だから私受験というのはあそこしか行ってないんですよ。なかなか男らしいでしょ私学はねやっぱその親にね、私学は無理だと言われてたんで、だから中途半端に受けることもせず全く触らなかったです。国公立1本で、国公立1本ってことは1校しか受けれないってことだから、これだけ。今はでもあれですよね、2つ3つ受けるんじゃなかったでしたっけ確か。で私の行ってた京都国立大学というところも国立2期校って言われてて、だから1期校でダメなら2期校いうなことが昔はあったらしいんですよ。昔って私よりも昔ですよ。どうもあったみたいなんです。私の時は1校しか受けれなくて1か×かっていうところがありまして、多かったんでしょうね私たちの時は。生徒数がだって小学校中学校か、中学校なんて13クラスぐらいあったもんね。既存の校舎で間に合わなくてプレハブみたいなの建ててしのいでましたよ。でうちその子供がね一応おるんですけど、小学生の時に何クラスあるんやって聞いて、3クラスって言ってびっくりしたことあるんです。3クラスなんでそんな少ないんって聞いたら、いやこれでも多い方だって言うんですよね。だからそこで絶句しまして、そうなんか全然ちゃう。で、まあ、京都なんかはねどんどん、まあ、今はもう下げ止まったかな。一時期はどんどん小学校が廃校になってましたね。で京都なんかは本当にものすごい歴史のある学校もあるわけですよ。なんやったら小学校の第一号みたいなとこあったりするわけで、そんなとこは残してますけど結構廃校になりました。廃校跡が文化芸術センターになってたりとか、あそこのね木屋町の立成もなくなって しばらく映画やってたりして、私もコンサートで一回使ったことあるんですよあそこね。ついに全面的に建て直しましたね、建て替えましたね。今何になってるのか分かんないですよ。なんか大きなものができてるんですけど一体何なんだろうと思いながらね。意外とね木屋町で最近行くことがなくなって、演奏ってやっぱ擬音が多くなりまして通り過ぎちゃうわけですよね。だからあんまりなんか木屋町に行くことなくなりました。飲みに行ったりもね、わざわざ今日何もないから飲みでよかった、そんな優雅な暮らしじゃないので、やっぱりそのどこぞにね行って演奏してそのまま飲み歩くということはありますけど、何もないからちょっと飲み行こうかみたいな、そんな優雅な暮らしじゃないんでね行ってないですけどね。あれが一体何なのかわからないもんですけど、なんか取り留めなくなってきてすいません、まあ、そんなんでですね、あ、そうそう、話の途中です、すいません
それで、まあ、最初の受験の時に、まあ、ちょっと距離があるんで前乗りするわけですよね、旅館に。で、旅館がね 4,5 人相部屋なんですよ。まあ、大きな部屋に 4,5 人ずつ泊まっていろんなとこから来てるんですよね。で、最初は僕もまあこれね、この YouTube ね、うちのお母には内緒ですよ、親には内緒ですよ、言っちゃダメですよ。最初はもうダメだと思ってたんですよね。まあ、共通試験の点も足りひんし、二次試験で一発逆転という気分もあんまりなくて、なんとなくちょっと様子見に行ったみたいな、落ちる気で行ったというと言い過ぎですけど、まあダメだろうなっていう感じで気楽に行ったわけですよ。で、同じ部屋の何人かとね、から町飲みに行って、今も多分ビルはあるでしょうね、古城ビルというビルにスキークラブっていうね、まあ、パブみたいな、学生パブみたいな店があって、そこ行って、まあやっぱカラオケパブみたいな感じでしたよね。で、そこでね、かかってた山下達郎さんの曲で、ね、トロモンソロがあって、どう聴いても向井さんなんですよ。もう向井さんのソロはね、聴いたらすぐ分かります。それでずっと印象にあって、で、まあ、大学入ってから達郎さんのねアルバムもいっぱい聴いてみたんですけど、なんかその該当する曲がないような、僕もはっきり曲覚えてないんですけど、でもまあ何曲もありまして、それ達郎さんも何枚か聴きましたね。For You とその前のアルバムかな、だから初期のアルバムだと思います。多分どっちもね、かっこいい向井さんのソロありまして、もう覚えるぐらい聞きました。いや、覚えるぐらいじゃない、覚えてます今でもね。で、その2曲ともね、5年前か6年前かやる機会ありまして嬉しかったですね。吉田美奈子さんの何やったかな、曲名が出てこない、あともう1曲はミュージックブックっていう曲ですね。いろんな名前がバンバン出てくるね、吉田美奈子さんならではの天才的な曲なんですけど、それでトロモンソロありましたね。ミュージックブックは落ち着いた感じのいい曲で、向井さんのリラックスした感じのねソロがたまらないですけど、それもやりました。すごいことですね。まあ、というわけで、その、まあ、この頃のポップスが人気だというのは、まあ、日本人としてはね嬉しい限りなんですけど、それでいろいろ調べてみたところ、いろいろ昔ね大好きだったものにまた触れて、しかも昔は知らなかったことたくさん知ることができて、すごい興奮しましたというような動画でした。皆さんぜひキャンディーズ見てください。77年、78年だ、解散するちょっと前ですね。で、もしねお暇だったらこの罠動画見てください。罠動画、キャンディーズ罠で多分出てきます。1時間41分35秒罠しか出てこないです。でも、そのバックバンド MMP 素晴らしいです。トマト一発もね本当にすごいです。私はねトマト一発でね、もうそれで良かったというとねあれですけど、その後はなんか僕にとって違うような気がして、やっぱちょっと遊びの部分も ありつつですね、この路線で行った方が良かったんじゃないかなと今でも思うんですよね。トマト一発で油断させといて、ガチガチ決めると、本選手もガチガチ決めると、あの衣装でガチガチ決めるぞこらって言ってやったら、なんかちょっと違うような気がしましたね。でも、まあ本当に我々まあ、ブラス関係者やってた者にとっては永遠の2年間をねプレゼントしてくれたスペクトラム感謝してますけどね、たまにやっぱり聞きたくなって聞いたりしてます。それから松原美樹さん、本当ねこうやって再評価されてよかったです。どうかね向こうでも歌ってくださいますように。まあ私はもう永遠にこの曲忘れないし、松原さんの独特の黒っぽいフィーリング
松原さんのソロとともに忘れられないですね。まあ、この松原美樹さんという名前も全く知らなかった人はぜひ松原美樹さんの歌で聴いてみてください。今盛んにカバーされたりしてますけど、そうじゃなくて、まあそれを別に否定するわけじゃないですけど、そうじゃないんですよというのをちょっと言いたかったんですよ。 それもまあいいけど、まあ、レコード会社としてはね、そうやって儲けたいかもしれんけど、そうじゃないねんと。あれは曲がすごい良かったからヒットしたんじゃなくて、松原さんが歌ったからヒットしたんだというね。ぜひね、あのこれレコード会社的に回せるわけか、まあいいか、ね、ぜひ松原さんの歌で聴いてみてください。渡辺真知子さん、矢上純子さん、そうそう、渡辺真知子さんの一番好きな歌は78年のブルーという歌でしたね。もう最高に素晴らしかったです。これをね、だからこの人56年生まれなんで、78年ということは22歳ですよね。すごい大人っぽいです。あのどなたかがね、その動画 YouTube の動画にコメントされてましたけど、22歳とはとても思えない大人の色気があるっていうね。まあ今と違ってやっぱり当時の22というのも大人です。今大人っていつからなんだろうね。私は15、6からも大人っていうね、そういう認識でいましたけど、そういう意味では15、6から大人でもあるし、未だに子供であるし、子供でもあるし、あれですけど、大人ってね、今大人に なるのが遅い気がしますよね、かなり。だからまあもしよかったらこのブルーもご覧になってください。で、今もうないかな。昔はあの FM とかでよくあの音楽番組ありまして、で渡辺さんと矢上さんがゲストで呼ばれて、お互いにもちろん自分の歌も歌うんですけど、あの相手の曲を歌うというね、なんかそんな番組があったんですよ。あの2人呼んでお互いの曲を歌い合うというね、なかなか面白かったですよ。これも渡辺さんが矢上さんの思い出は美しすぎて歌って、これはまたね、曲難しいんですよ。難しいけど、もうほぼ完璧な歌なんですよ。もうめちゃくちゃうまいさ、渡辺さんね。時々アロージャズオーケストラのゲストでね、来ておられたりして、本当にアローのメンバー羨ましいなと思いますけどね。私アローに一回もトラですら行ったことないから、羨ましいなと思いながら見てますけど、で矢上さんが渡辺さんのブルーを歌って、もうこれがね、色気あるぐらいなレベルじゃないんですよ。もうやらしいです。もうはっきりね言いますけど、やらしいです。矢上さんこの歌を歌うとちょっといやらしいです。でももちろん自分で多分ピアノ弾いてはって、なかなかこれもね、味わい深いもの。今もうないかな。今日これは探してなかったな。後でちょっと見てみよう。そんなんありましたね。そんなんも渡辺さん、矢上さん、渡辺さん片方耳飾りね、で矢上さん2ノースサンバね、ぜひ聞いてみてください。今日はそんな動画でした。長い間お付き合いありがとうございました。トミーでした。失礼します。